奇才天才24歳まゆぴぴです。今日は前回結構好評だった東京女子流さんについての動画第2弾をやっていきたいと思います。それではスタート。前回私の推しを教えますっていう動画で東京女子流さんについて、おたれきがもうだいたい10年ぐらいになるかなと思うんですけれども、結構語らせていただきまして、と言ってもね、やっぱり5分ぐらいに動画を収めているので全然語りきれていない。前回も説明したんですけれど、私の推しは新井ひとみちゃんっていうボーカル兼センターの子ですね。女子流をこれから応援したいよっていう方に向けた動画みたいなのを作っていけたらなと思います。もちろんファンの方も楽しんでいけるように、結構マニアックな情報もついていきたいと思うので、 PV だったりとか見どころ、昔からどんな曲があったっけなっていうのを見ながらちょっと解説していきたいんですけれども、まずですね、デビューシングル「嫌い」「そうさ僕たちは」ってやつなんですけど、もうね、あれはね、なんかね、東京女子流ってメンバーに東京出身の人が一人もいないんですよ。そう、関西の子もいたりしてね、あとは東北だったりとか、まあ、九州もいないんですけど、残念ながらみんな小学生ぐらいでデビューしたんですけれども、待望のデビューってなった時にやっぱり上京したりだとか、特に私の推しのヒットは芸能の高校とかに行ってるので一人暮らしをしているっていう風に言ってました。寮だったっけな、なんか一人暮らしをしているみたいなことをよくブログで書いていたので、料理を作ってみたよみたいなものとかも結構見ていました。偉い、キラリっていうね、PV はね、まだまだ幼くて、PV の中の物語としても、やっぱり状況っていうか、まあ、そういったところがテーマになってるのかな。これからデビューして、どういう風にやっていくぞっていう決意の曲みたいになっているので、それもね、ぜひ新規の方はそこから見ていただけたらなと思います。続いて、同じ気持ち。あー、同じ気持ちは、私の相方のニャロちゃんもね、大好きな曲なんです。っていうか、私が高校の時にやっぱ仲良しのアイドルオタクみたいな友達に「いや女子流マジでいいから聴いて」って言った時に、これがやっぱね、トップに出てくるんですけど「Let's get together now 花咲く季節」ってやつで、はなかっぱのテーマソングだったので、まあ、それでもちょっと有名になったのかなっていう曲なんですけど、踊りもすごく簡単で、ライブではもう全員、お客さん全員がこうやって踊るみたいな、すっごい可愛い曲なので、これはね、元気が出るし、なんかこうピュアな気持ちになれる曲なので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。頑張っていつだって信じてる、頑張って最後までってやつなんですけど、野球をやっている方にはめちゃくちゃ響くんじゃないかなという PV になっています。もうね、メイティンがこれ可愛いよね。やっぱダンスのリーダーといえばメイティンなので、まあ、そこら辺をちょっと注目して見ていただけたらなと思います。ひまわりと星屑もすごく、なんだろう、女子流を代表するというか、まあ、子さんの方からしたら分ける曲だと思うんですけど、ひまわりをね、持ってね、踊るところがすごい可愛いんですけど、この曲は音がいいというか、やっぱ女子流をプロデュースしているプロデューサー陣って、音楽もダンスもめちゃくちゃこだわってプロデュースしているので、見てて楽しいです。やっぱりアーティストなんだなという感じがする PV の一つになっていると思います。ラブライクキャンディフロス、滝本美織さんが所属していたスイーツっていうグループのカバーだと思うんですけど、ここ絡みで私はスイーツさんのことも結構好きになっちゃいました。世代的にずれてるんですけど、そこまでね、遡っちゃうってぐらいすっごくいい曲でした。スイーツファンの方はもしいらっしゃったらコメントしてください。鼓動の秘密、鼓動の速さで、鼓動の秘密は、まあ、女子流のそのまあなんていうかな、アイドルとしてのブランディングが決まった時の曲というか、まあ、こういうロリータっぽいファッションで、かっこよく大人っぽく踊っていくみたいな、そういうのの始まりみたいな感じですかね。ちょっと言ってること子さんの方じゃないと分かんないかもしれないですけど、まあ、女子流の基盤ができた曲って感じだと思います。そして、リミテッドアディクションがこの後ね、2011年11月に発売されるわけなんですけれども、これが前回の動画で私が紹介したすごい刺さる曲です。これ絶対に必須必須必聴。心のバトンでポン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 、We Will Win。 これはですね、私プリティリズムというアニメも見ていたんですけれども、もうこれもめっちゃ可愛い曲なんで聴いてみてほしいです。ライヤーね、ライヤー、この後ライヤーっていうかっこいい曲だったり、あとはロッキュー、出た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 出ました、有名なね、女子流のもうファンの方々は、まあ、分ける曲やと思うんですけど、ぜひ聴いていただいて、まあ、ライブでどういう掛け声をするのか見ていただけたらと思います。そして、まあ、いろんな曲が出ていくわけなんですけれども、まあ、この辺ぐらいからかな、ちょっとアイドルとしてやっていくのか、アーティストとしてやっていくのかがこう行ったり来たりで、まあ、いろいろ大変な時期があったんですね。アイドル感
をなくした曲が増えていったりとかしてたので、まあ、アーティストとして見るのにはねめちゃくちゃかっこいいんですけれども、やっぱりみんなが可愛いのでアイドルとして見たいっていうオタクの気持ちもあるんですよ。そう、わかるんだけど、彼女たちのことを考えるとアーティストとして出していきたい、めちゃくちゃわかる。私ももともと歌手をやっていて、まあ、今もちょっと歌ったりとかしているんですけれども、やっぱわかる。アイドルとして見られたくないっていうのはめちゃくちゃわかるんだけど、やっぱり可愛いみんなをこう今まで見てきたオタク心としてはやっぱりアイドルっぽさも見たいっていうのがまあ本音。そんなオタク心もあったりしてですね、私ちょっとこの時期若干女子流から離れた時期があったんですね。その後にね出されたね曲でね、ミルフィーユって曲があるんですよ。これが2016年11月にリリースされたんですけど、このミルフィーユっていう曲は何だろう、アーティストなんだけどちょっと可愛らしさもあってすごくいいとこ取りな曲だなと思って、私これ見て、あ、いいやん、やっぱ女子流みたいな気持ちになって、あのさらに熱が増しました。そしてね、今ね一番新しい曲はですね、光るよっていう曲がね、まあ、PV としては一番新しいと思うんですけれども、この曲はなんだろう、もう完全にアイドルに振り切っちゃってる感じがいいなと思うし、そこにプラスしてアーティストとしての、まあ、実力だったりとかダンスがやっぱり実力派っていうのを表していますし、歌もねしっかり上手い。ライブパフォーマンスに行くともう歌も全然ブレない子たちだと思うので、新しいファンをゲットしていってるのかななんていうふうに思います。まあ、とりあえずヒット本当に可愛いので、いつかお会いできたらなと思います。今日もオタク語りさせてもらったんですけれども、ぜひあの女子流ファンの方またコメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。まゆぴぴでした。バイバーイ。